固い絆に思いを寄せて語り尽くせぬ青春の日々、時には傷つき時には喜び、肩を叩き合ったあの日、あれからどれくらい経ったのだろう、沈む夕日をいくつ数えたろう、ふるさとの友は今でも君の心の中にいますか。乾杯、今君は金星の大きな大きな舞台に立ち、遥か長い道のりを歩き始めた君に幸せあれ。キャンドルライトの中の二人を今こうして目を細めてる、大きな喜びと少しの寂しさを涙の言葉で歌いたい。明日の光を体に浴びて振り返らずにそのまま行けばよい。風に吹かれても雨に打たれても信じた愛に背を向けるな。乾杯、今君は人生の大きな大きな舞台に、遥か長い道のりを歩き始めた君に幸せあれ。乾杯、今君は人生の大きな大きな舞台に立ち、遥か長い道のりを歩き始めた君に幸せあれ。はい、こんばんは。今夜はね、長渕さんの乾杯を歌いました。今日も YouTube でライブ配信したと思います。ああ、今日本当に疲れちゃったね。本当に京成でなんか大久保的に死にかかったみたいで、ダイヤ大幅遅れて、いや、気候ダイヤ来ていたらもう1時半回ってたよ。通常最終で帰ってもね、0時半なんだわね。1時間も残るで、まあでもね、なんとか、ね、はあ、でも帰れてよかった。早く、今日は3日目だからもう寝る気がないからさ、ね、3日目でやります。生存確認、2022年3月の3月の7日だよね。3月の7日月曜深夜、
答えはいつか出るから逃げることはしない。俺はいつも自分にそう言い聞かせる。夕暮れに二人きり東に伸びる影。ああ、このままお前と歩いて行きたい。俺がくじけそうな時、手を差し伸べるから。何も言わずにそっと握り返しておくれ。空を見なよ。雲が流れてゆく。その先には何があるか知らないけれど、目の前にはただきっとこっちを見てうなずいてるお前がいる。同じ気持ちで明日へ向かおう。軽く指を鳴らしてしらめきも感じん。例えばそう謎かけ遊びのように、勇気や根性ならば見かけよりあるんだ。お前は愛嬌と色気忘れるな。空を見なよ。星が輝き出す。二人きりの夜がそこに来てる。同じ気持ちで明日へ向かおう。空を見なよ。雲が流れてゆく。その先には何があるか知らないけれど、目の前にはただきっとこっちを見てうなずいてるお前がいる。すっかりほら星に包まれてる。二人きりの夜がやっと来たね。同じ気持ちで明日へ向かおう。少しずつほら明日へ近づく。はい、こんばんは。今夜はね、シャランキューさんの空を見なよ歌いました。2022年3月の7日月曜深夜の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画アップしてます。はい、こんばんは。犬神さん、こんばんはね。うん、ヤカさんどうもね。パンダさんどうもね。あ、なんだか、今日終電だったんだけどね、ちょっと電車遅れちゃったんで、ね、遅くなっちゃった。通常終電だったらね、0時半ぐらい着くんだよ、今日だ。で、大久保で人身事故があったみたいでさ、今日だと1時半だった。あ、なんとか。こんばんは。今日もね、本当に事故あった、事故ね、1時間が本当遅かった。な、だから成田に帰ると相当遅くになっちゃうだろうな、きっとな。大変だな。京成大久保駅でね、事故があったみたいで、それで大幅にダイヤが遅れてたんでね、でも、なんとか帰れてよかった。こんばんはね。今日は短めでやるね。うん、じゃあ、早速今日のお夜食、こんな時間ですが、お腹ピクピクなんで、じゃあ今日のお夜食いきますね。今夜お肉系かな？あ、昨日も肉、いつも通りだけどね。じゃあ。いつも通りで4時半ぐらいこう出て、だから急ぐね。うん、町を野球だからさ、急がない。じゃあ今日のお夜食行きます。持ってくんね。急ごう。今日は短めで行かなくなっちゃうからさ。ウインナーのボイル。じゃあ、ボイルウインナーです。ボイルウインナー。じゃあ、ボイルのウインナーボイルです。ね、使ったウインナー、これおなじみのこれ。フードリルのこのやつね。このやつ。じゃあ、これウインナーボイルです。どうも、ウインナーボイル乗り物です。ね、ホワイトベルグ、ね、第3のこれか。ホワイトベルグでいいか。ホワイトベルグとウインナーでいいか。じゃあこれで、今日のお夜食はこう。ホワイトベルグとウインナーで。いただきます。赤水さんどうもね、おすくんありがとうね。うん、ウインナーのボール。
まあね、もう一回やっぱ、弊社のもね、あれ、フードリレのやつね、フードリレの緑の袋のやつ、安いです、お手頃の。で、飲み物、ホワイトミルク。はい、乾杯。フルーティーズうまいんだよね、これね。フォントフルーティー。あれだね。フルーティーな香り。今日もね、花中島。わかんない。ごめんなさいね、犬神さん。僕の飼った花中島が、ごめんなさい、全然わかんないで、誰だそれ。名前かそれは、ごめんなさいね。あんたこちさん、どうも。じゃあ、ウインナー。ウインナーとね、ワードベルクです。終電なんだけどね、ほんと電車遅れちゃったらね、1時間ぐらい遅れちゃった、ほんと。通常だって1時間半ぐらい、0時半に着くんだよね。まあ何度も言ってけどね、人身事故があったみたいで、大幅にダイヤ遅れて、高砂駅でさ、30、20分ぐらい待った、ほんと。そうね、千葉県内いろいろあったみたいね。東西線の方も沿線火災で、普通だったみたいね。ネットで見たけどね。京成は人身事故でしょ。東西線は、市川の方の沿線で火災があって、多少あったみたいね。聞こえますか？聞こえ、どうも。みんなっていうのは、指にも似てるよね、指にも。みんなね。うまいね。いいか、うまいや。ヘリが好きなんだね。最後。あとこのグラス2杯だな、500の、ね、乾杯。ライブ配信よ、今これやってますよ。これライブ配信よ、これ。ハンドボスさんのこれライブ配信今やってんの。今ウィンナー食ってます。
はい、食べるってね。香りがいいよね、本当にフルーティーでね。ライブならコメント読んでください。読んでんじゃん、読んでましょうね。うん。残念。今日もライブ録画か。ね、この。録画なら仕方ないけど、録画じゃありませんよ。マスタードはないです、マスタード。ただそのまま、ボイルしただけ。ゲストさん、どうも。顔気がいいね。2時間半ぐらいかな。2、3時間後か。うんね。蛍光灯とデスマイク使ってくれます。できないですよ。そういうこと。そういうことできませんよ。ダベーションはしないよ。うん、そうね、うん。しょうがない。ある意味電車の中が一番リラックスしてる。40分ぐらい乗るからね。だいたい40分。高速は30分で、高速から10分ぐらいだから、だから40分ぐらいだからね。うん。一番、ほんと、あと電車の中で一番のんびりしてるかもしれない。電車の中。うん。始発はいいんだ、始発は。始発はさ、楽勝台出て、乗り換えなしで町山まで行けっからさ。次は結構高砂から乗り換えになっちゃうんだよね。うん。じゃあ、それ一番いい。乗り換えなしで回っちゃうだから飲むな。見る読みにしか、若い子はさ、結構冬場でも道から入ってんもんね。うん。ついつい目いっちゃうね。ああ、うまいね。それ見ませんよ。見ない、そういうのね。なんで会社には。宿だって、だって、町並みの部屋があるんだから、僕。本当は町並みなんだけど、住まいね。住まい、町並みなの、メインは。住所、住民証向こうだしね。ここ帰んないとさ、誰もいないからさ、公園に帰るようにしてるだけならし。どうだったかな、あれ。JK と、プロレスは他のことしたいですね。ハンドガンさん、どうも。佐久間佐久間正蔵って死んでるの何だろう。ごめんなさい、わかんない。別荘みたいなもんか。別荘って言うのやだ。こまめに帰ってくからね。別荘ほどね、うん。別荘って言うとね、ほんと。数ヶ月に一回って感じでしょ。そんな、それほどじゃないんだよね。うん。セカンドハウスって感じか。同じかな、わかんない。別荘って言うほどね、そんな間を空けずに行ってっからね。うん、これライブ配信よ。これだい。これライブ配信だよ。うん。何これ夜間さんの2尺超えるってどういう意味だろう。いや。じゃあ、短いけど、じゃあこの辺で終わるね。もう2時回っちゃったんで、おやすみ。じゃあこの辺で、ありがとうね、遅くにね、皆さん。ありがとうございました。おやすみなさい。もう遅いからね、この辺で終わるでしょ。ね、寝る時間なくなっちゃうからさ。ストレスはないから大丈夫。あ、そうなんだ。寝ろ。じゃあ最後、サンヤブルースで終わるね。うん。最後はサンヤブルースで。
ゲストさんのリクエストの答え、山野ブルースで分けます。行こうか、山野ブルース。この歌詞通りだ、ほんと。今日の仕事つらかったもんな、ほんと。歌詞通りだよ、ほんと。今日の仕事はつらかった、あとは昇給を煽るだけ。どうせどうせ三夜のどや住まい、他にやることあるらしいね。一人酒場で飲む酒に帰らぬ昔が懐かしい。泣いて泣いてみたって何になる、今や山野がふるさとよ。工事終わればそれっきりお払い箱の俺たちさ。いいさ、いいさ、山野の立ちんぼ、世間恨んで何になる。人は山野を悪く言うだけど、俺たちいなくなりゃビルもビルも道路もできやしね。誰も分かっちゃくれねえか。だけど俺たちは泣かないぜ。働く俺たちの世の中がきっときっと来るさ。そのうちにその死んじゃ泣こうぜ。嬉し泣き。町屋もうちはね、町屋はね、山野結構近いんだ、あれ。荒川湖の町屋って。名義通りブラブラ歩けば結構山野だからね。まあ普段よ、知ってる人は分かると思うけどさ、町屋から山野ってね、歩いてもね、1、2時間ぐらいで行けちゃうんだ、あれ。ね、ブラ、うん。早歩きならもっと早いけどね、のんびり歩いても1、2時間ぐらいで、明治通りブラブラ行けばね、結構山野のね、山野エリアなんだよね。うん。結構するんだ。おやすみなさい。まあ、遅くにどうもありがとうね。またね、ヘイさんもゲストさんね、パンダさんも皆さんどうもありがとう、スーパーさんもどうもね、ハンドゴルさんも、犬神さんもね、皆さんどうもありがとう。バードさんもね、皆さん。おやすみなさいね、またね。日本三大具合があって、まず、山野でしょ。あとなんだっけ、横浜の寿橋だよね。と、西成、こうやって三大具合があって、犬神さん。わかってるかな、これ。三田ドヤ街って、山野と寿町と西成かな、わかんない。山野、まあ、おやすみなさい、またね。ありがとうね、遅い感じ、ね、ありがとうね、正解か。今日はこの辺で、あ、いつもの最後、上を向いて歩こうで終わろうか。上を向いて歩こう。涙がこぼれないように思い出す春の日。一人ぼっちの夜、上を向いて歩こう。にじんだ星を数えて思い出す夏の日。一人ぼっちの夜、幸せは雲の上に、幸せは空の上に。上を向いて歩こう。涙がこぼれないように泣きながら歩く。一人ぼっちの夜、思い出す秋の日。一人ぼっちの夜、悲しみは星の影に、悲しみは月の影に。上を向いて歩こう。
涙がこぼれないように泣きながら歩く一人ぼっちの夜。はい、じゃあ今日の辺でおやすみなさい。また明日ね。